広がる波紋。火曜日、お笑いコンビ次長課長の河本純一さんがレギュラー番組で母親の生活保護問題の件で謝罪をしました。また今回の騒動の責任を取って故郷岡山県津山市の観光大使を辞任しました。そんな中、河本さんの後輩でもあるお笑いコンビキングコングの梶原裕太さんの母親も生活保護を受給していることが明らかになり、水曜日に梶原さんが会見を行いました。梶原さんによりますと、祖母の介護をしながら働いていた母親が足を骨折、働いていた会社も倒産したため昨年3月からおよそ140万円を受給したそうです。梶原さんは仕事柄収入が安定せず苦しかったと説明し謝罪しました。それにしてもこの問題、今後どんな展開を見せるんでしょうか。また会う日まで。歌手の尾崎紀世彦さんがおととい肝臓がんで亡くなっていたことが分かりました。69歳でした。尾崎さんは昨年2月に体調を崩し入院、今年4月には自宅が荒れていたことや事務所関係者などが尾崎さんと連絡が取れなかったことから失踪かという噂も流れました。昨日、親族およそ50人による家族葬が営まれ、尾崎さんのお兄さんは後日お別れ会をやりたい意向を示しました。和製トム・ジョーンズと呼ばれた尾崎さん、天国で本家トム・ジョーンズとの対面はできたんでしょうか。え、トム・ジョーンズ亡くなった、そうなんですか。これちょっと確認しますね。ご冥福をお祈りいたします。出場決定。バレーボール日本女子代表がロンドンオリンピックの出場を決めました。日曜日に行われた世界最終予選最終戦でセルビアと対戦した日本は勝つか負けても2セットを取れば出場でしたが、第3セットを取った時点で切符を手にしました。ただし試合はフルセットの末逆転負け、本番に向けて課題を残しました。この試合の平均視聴率 23.3%、 瞬間最高視聴率は 31.6% を記録。日本中が注目した一戦となりました。ちなみに昨日から男子の予選が開幕しましたが、初戦のセルビア戦で3対0のストレート負け、苦しいスタートとなっています。ぜひとも男女でロンドンへ頑張れ日本。離婚泥沼劇。昨日、俳優の高嶋政信さんと妻でモデルのミオンさんの離婚裁判が東京家庭裁判所で行われました。17枚の一般傍聴券をめぐり425人が並び、競争率は25倍という注目の裁判でしたが、法廷では離婚を望む高嶋さんと夫婦関係の修復を望むミオンさんとの主張が激突。今回の裁判では DV をほのめかすデータの流出で高嶋さんの暴力行為があったかどうかが注目されていましたが、高嶋さんは否定、逆にミオンさんに暴力行為が頻繁にあったと主張しました。お互いの主張が全く噛み合わなかった最初の顔合わせでしたが、次回の裁判は7月27日。この泥沼劇の第2章はどんな展開になるんでしょうか。なんか新聞読みましたけども、この二方夫婦のことは夫婦でしかわからないからね。はい。でなんかそのテープもなんかDV ドメスティックバイオレンスって言うけど、右手で押しただけとかね、俺なんかバン押しただけでもう板で折ったと、地中に埋まったとか言われるからはあはあそればっかりは本当に。いやでもどうなんでしょうか、夫婦のことは本当に本当に犬も猫、ね、はないっていうけど裁判になってるからね、はい、で新聞読んだ限りは私はもうどっちもどっちで気持ち悪いって。ああなるほど、どっちもどっち、オイラに言わせると気持ち悪い、嫌ですね。嫌です。なんか出てくる言葉が信じられない言葉が多いですからね。まあ裁判だからね、そんなもうあのカバーかけれないんだろうけど、月給109万円必要な女とか、生活費100万、小遣い9万って、生活費ってどんな生活費で100万なの。あの申し訳ないけど高島君ってそんな儲かってたっけ。いやそれも分かんない。まあいいとこのお坊ちゃんだろうけど、いやいやもうどっちもどっちですよ。いやこれ早くもう裁判、次7月9日またいろいろ騒がれるよ。そうですね、7月27日テープを持ってるってのもすごいね。そうですね、エプロンに入れてたとかっていう、はい、これはだから意図して録音してる段階で、じゃあなぜこう結婚生活夫婦にしたいと思ってるのかがまたそこもわからない。いやちょっと大変ですね、これは。
はい、もうバレーボールはちょっと、まあ、決めたことは決めたけど、男子はなかなか、もう川合俊一なんていつも男子バレーボールの解説すんのよ、はい、ね、変な言い方じゃなくて、もう僕あのずっと安泰だと思います。要するにオリンピック男子は行ってないから、本当は世代交代で野球でも評論家でも変わってくるじゃない、若い人に解説する人が。もう全然バレーボールはやっぱりオリンピック行ったっていうだけで可愛いな、やっぱりすごいらしい。そういう意味ではなんか、まあ、ニューヒーローがね、うん、出てきてほしいなというところありますね。そして尾崎ひよ子さんですが、はい、大変失礼しました。あの事実関係確認すると、トム・ジョーンズさん、はい、お亡くなりになっておりません。そうでしょ、はい、トム・ジョーンズバリバリでこの間誰かと一緒に歌って、そうでしたよね、はい、っていうぐらいすごいなこの親父って私言ってたんだから。現役バリバリです。はい、大変失礼しました。あ、びっくりした、はい、いや別にね、そういうこともあるんでしょうけど、勝手に殺したんだからな。失礼しました、うん、はい。でも尾崎さんね、残念ながら、ね、これも不思議だったんですよ。お任せでもそうだったけど、取り上げたんだけど、失踪って言われた時にね、はい、私はなんで失踪ってわかるの、今なんで尾崎清彦って言ってたの。そしたら家も荒れてて、マネージャーも連絡取れない。今日新聞読んだらもう1年前から入院されてて、じゃあみんな知ってたじゃん。やっぱり親族はご存知だったと思うんですけどね、あの時だからあのタイミングでなぜっていうのは今のわからないですね。そうですね、まあいろいろありましたけど、このねえ生活保護の問題もまたどんどん出てきてるからね。そうですね、これちょっと収まらないかもしれませんね、しばらく、ね、はい、はい、週刊ワダスポをお送りいたしました、はい。それではここで1曲お送りしましょう。あ、じゃあさっきカットした、そうですね、2005年の M フローとアッコさんがコラボレーションしたこの曲でございます。紅白で白組で出ましたよ。そうです、はい、白組で大活躍した曲です。 M フローラブズアキコ和田、ヘイワンチュッ